ジョシュア・バトラー・ライトジョシュア・バトラー・ライトはアメリカ合衆国の外交官、政治家。生涯の大部分を国務省で過ごし、4カ国で公私職、大使職を務めた。1877年10月18日、ライトはニューヨーク州アービントンにおいて、ウンガギしベンジャミン・ライトとフィロメーラ、サラワ・オターマンの息子として誕生した。ライトは国務省に入省し、 外交部に所属した。1923年6月11日、ライトは第3国務次官補に任命された。その後外務職員法の可決により、1924年7月1日に第2国務次官補及び第3国務次官補が国務次官補に統合されると、ライトは国務次官補となった。ライトは1927年4月17日まで。 国務次官法を務めた。1927年6月18日、ライトは在ハンガリーアメリカ、合衆国特命全権講師に就任した。ライトは1930年10月24日まで、同職を務めた。1931年2月9日、ライトは在ウルグアイアメリカ、合衆国特命全権講師に就任した。ライトは百三十四年六月十日まで、 同職を務めた。1934年10月25日、ライトは在チェコスロバキアアメリカ、合衆国特命全権講師に就任した。ライトは1937年6月1日まで同職を務めた。1937年8月23日、ライトは在キューバーアメリカ、合衆国特命全権大使に就任した。そして、 大使在職中の1939年12月4日、ライトはキューバのハバナで死去した。ありがとうございます。